マルクハクの紋章12世紀から15世紀にかけてのマルクハク領の発展1645年のマルクハク領マルクハクシャクの居城、アルテナ城マルクハク領は新生ローマ帝国のニーダーラインベストファーレンクライスに属するハクシャク首都はハム領域はルール川両岸そしてその支流であるフォルメ川及びレネ川沿いに広がっていたマルクハクシャクは ベストファーレン地方の領主の中で最も強大な県政を誇った。ドイツ、ノルトベストファーレン州のルール、川南方のマルク群は、旧白釈領の南部にあたり、その名前を受け継いでいる。白領の北部にあたる立平川の北方は、現在も高知マルクと呼ばれ、中部地域にあたる立平川とルール川に挟まれた地域は、以前、定地マルクと呼ばれたが、現在は、 ルール地方と呼ばれている。マルク博家はもともとベルク博領から出てアルテナを本拠とした冒険であり、1160年にベルクイコールアルテナ博として独立した。1198年、アルテナ博フリードリヒはケルン大司教フィリップフォン・ハインスベルクが所有権を失ったマルク・オーバーホーフという荘園を買い取り、この地にマルク城を建設してマルク博を称した。 1226年、フリードリヒの息子アドルフ一世は、マルク城の近くに、ハムの町を建設した。ハムはすぐに、白爵領の最重要拠点となり、白爵たちもこの町に引っ越した。1288年のボーリンゲンの戦いにおいて、エーバーハルト二世は、封建上の主君である、ケルン大司教、ベスト・ファーレン校のジークフリート・フォンベスターブルクに、反旗を翻し、 ブラバント校、ジャン一世を呼び、同族のベルク博クアドルフ5世に味方をした。この戦いでは、ブラバント校とその同盟者が勝利を収め、マルク博クはベストファーレン南部の覇権を獲得し、ケルン大司教領との主従関係から独立した。最初のマルク博ク領の領域は、ルール側とリッペ側に挟まれる、自然条件のために非常に限られていた。14世紀の間、 マルク白爵は、ミュンスター市教領との争いを通じて、立派カワイ北の地域に領土を広げることに成功した。1332年、アドルフ2世は、クレイフェハク・ディートリヒ7世の娘マルガレーテと結婚した。アドルフの下の息子アドルフ3世は1368年に、母方の血統からライン川西岸地域のクレイフェハク領を獲得し、 1394年には、兄のエンゲルベルト三世の後をも継いだため、クレーマルク連合伯爵領が成立した。1509年、クレーマルク公ヨハン三世は、ユーリヒベルク公ビルヘルム四世の娘マリアと結婚した。ヨハン三世は1511年に、男子後継者のない岐阜の領土を相続し、1521年には、父より、一族の領土を受け継いだため、 現在のノルトベストファーレン州を構成する領土が、教会、修道院領を除いてはすべてヨハン三世のもとで統合された。この連合国家は、ユーリヒク・レー・フェベルク連合公国と呼ばれる。1609年に精神を病んだ、ユーリヒク・レー・フェベルク公ヨハン・ビル・ヘルムが死ぬと、この連合公国の公爵化の断刑が絶えた。広大な公国の相続をめぐって、 ユーリ・クレイ継承戦争が起きたが、1614年のクサンテン条約により、ブランデンブルク選定校、ヨハン・ジギスムントが、クレイフェ公国、マルク・ハクリョウ及び、ラーフェンスベルク・ハクリョウを獲得した。1701年に、プロイセン王国が成立すると、マルク・ハクリョウは、その一部とされた。1八百七年、マルク・ハクリョウは、ティルジット条約により、プロイセンから、 フランス帝国に割上された。1808年、ナポレオン・ボナパルトは、マルク公国をフランスの衛星国となった、ベルク大公国領の一部とした。1813年に、フランス帝国が崩壊すると、マルク白領は、プロイセン領に戻された。1815年、プロイセン政府は、行政単位の大幅な変更を行い、マルク白領は、ベスト・ファーレン県に組み込まれた。 プロイセン王、ドイツ皇帝は1918年に君主の地位を失うまでマルカハク博の称号を君主号の一つに使い続けた。マルクやホーエンツオレルンケ。ありがとうございます。